大変です。お姉ちゃんが来ます。一言で言うと上司なんです。姉は組を預かっていますから。俺たちは黒組と呼んでいる。名人ベニオだ。こいつが犬塚一茶、そっちが木島右近だ。白夜の力を借りた。茨という不確定要素は排除せねばならん。私たちは話に出てくるような正義の味方にはなれないんです。鬼と助け合う。俺はヒーローになる。イバラの力が必要なんだ。お前は何も知らないんだな。イバラは鬼。写しをにいてはならぬものだ。隔離を鬼返せぬ鬼は封印する永遠にな。俺は救いたい。イバラを。そんなこと頼んでねえだろ。 頼まれなくても救うんだ。イバラも誰でも。8年前だよ。たった一人の生き残りだろ。ごめんなさい。あなたから全てを奪ったのは。こいつが俺たちの本気。ぶち抜こうぜ。作って暴れてヒーローだ。